あ、どうもこんにちは。あ、はい、こんにちは。以前にはい、手首にこのフェザーのタトゥー入れてもらったものなんですけど、はいはいはい、また今日もタトゥーお願いしたいなと思ってるんですけど、ほほほほ、あれっていうか隣にいる方はタトゥーアーティストですか？あ、そうやで、知らんかった、はい、チャチャっていうね。こんにちは。あ、どうもこんにちは。こんなん聞くのもあれなんですけど、はい、うまいんですか？当たり前やん、レイズのアーティストやで。俺がきっちり仕込んだんやで。うまくないわけないやんか。そうなんですね。もともとは広告会社でデザインの仕事をしてて、デザイナーとして、はい、でそこからまあうちに来たんやけど、はいはい、まあね、デザインやってただけあって覚えも早いし、クオリティはまあ俺が保証しますな。ちゃちゃそやで、うまいで。ほなもうどっちでもいいんで、ちょっとタトゥー入れてもらっていいですか？いや、だからあかんって。でもなんか今暇そうにしてましたやん。何してたんですか？いやいや、ご飯どこに食べに行くとか。いや、暇じゃないですか。もう入れてくださいよ。無理無理。いや、お願いしますって。いや、あかんって。無理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 。ダメなんですか？無理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 。無理。じゃあわかりました。はい、いいです。はい、でっかいのかい。うそやん、入れるやん。もうこのくだり毎回やってんねんから、もうそろそろわからんか？あ、もっとこうグイグイ来てくれな言うてるやんか。もういい加減覚えてや。あ、はい、ほな行こうか。あ、はい、お願いします。はい、オッケー、レッツゴー。レイ2。じゃあ今回も実際にタトゥーを彫ってみたいと思います。内容としてはレタリングタトゥーを入れたいと思っているんですけど、このレタリングタトゥーとはタトゥーの業界で文字を入れるタトゥーのことですね。例えば筆記体で文字を入れたりだとか、何かこう一言文章、基本的には全部レタリングタトゥーと呼ぶことが多いです。そしてこの動画を見て面白いと思ったらいいねと、あとチャンネル登録よろしくお願いします。それではお楽しみください。ん？消毒したっけ？してない。してないですよね。うん。わかんわかん。shaving. Don't worry shaving. Yeah, don't worry shaving. Oh, come on, don't worry shaving. It's okay, it's alright. Don't you know I can know? Lovely tender lady finger. これちゃんとくっついてるからね、ふざけてるけど。ふざけてるよりちゃんと入れてる。Okay! Well done! 完成です。これで無事、レタリングが終わりましたと思いきや煙掘っちゃいました。イエーイ。はい、じゃあ削っていきます。じゃんじゃじゃん。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。今回は、レタリングタトゥーを入れるということでしたが、文字をね塗りつぶして、文字を表現することが多いんですけど、今回は文字を逆に浮き立たせるという技術を使うためアドリブでその背景にねスモーク煙を入れて後ろを暗く落としてで文字を前に出させるために文字の中には逆に色を入れないという技術を使いました。はい、お楽しみいただけましたでしょうか。あとレイズでは SNS をやっていますので Twitter、Instagram、Facebook こちらの方も、ぜひフォローよろしくお願いします。この動画を見て面白い、役に立ったなど好印象があればぜひともいいねとあとチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。それでは、また次回もなんか面白いことしちゃいたいなと思ってるのでよろしくお願いします。またね、 See you! バイバイ。Raid 2